結構ありました。そうどうなの関ジャニって、はい、まあ言ったら関西ジャニーズ8みたいな感じなんでしょ。初めはそうですね。だから関西ジャニーズジュニアだねっていうくくりや、はい、だから本拠地は東京じゃないんだよね。そうですね、はい、そうですね。自分たちのホームというのは関西だってことでしょ。まあそういう意識ですね。ありますよね。でもやっぱり関西のデビューしたりグループ組めるっていう確率がやっぱ割と低いようなイメージある。ずっと低かった、ね、関東のやつやっぱ羨ましいと思ったでしょ。思いましたよ。やっぱり思いました。東と西のジャニーズジュニアが仲悪かったんだよねその当時ね。そうなんだ。仲悪いっていうか、まあ、ライバル意識みたいなあった。いやもうライバルとかでもない。僕が一方的にもうタッキー嫌いでしたもん。ああなんで東京だから。いやもうこれは、うん、嫉妬です。あなるほど。ジェラシーだ。はい、ね、だタッキーが売れてるから俺ら売れてないんやと思ってたんですよ、はい、最悪の根性ですよ。いやもうエリートなんだよね東はね。なるほどなるほど。えなんか扱いがひどかった。いやもう言ったのかなほんま腹立つから。あの社長にそのずっとジュニアって言われてるの嫌だったんで、で後輩もカトゥーンとか名前がなんか突き出して、ちょっとそろそろ俺らも名前つけてくれよと、うん、かっこいい名前がええねんけど、うん、分かったじゃあ僕に任せてよって言って、うん、3日が4日なと僕かな、はい、あれそうや、ね、じゃあ関ジャニ8で行くよって言って、うんうん、なんかパッとせえんなって正直思ったんですよ。最初でしたから最初はね。最初でしたから関ジャニ。それでこれどういう意味なんって聞いたら、ユウたちあのカンテレでレギュラー持ってるでしょって言われて、うん、カンテレ張っちゃうんでしょ、うん、いいじゃんって言われて、え関西ジャニーズじゃなくてカンテレなんだ。カンテレ8なのお前、はい、なんかそっからも来ました。カンテレジャニーズ8チャンネルなんで、でデビューの時にその8が横になった。精一杯のおしゃれしたようやく。あ最初は立てたの普通の数字は。なるほど。もうデビュー当時も扱い悪かったですやっぱ。何なのお前その扱いの悪い話って。デビューしてからもってしてからもいやほんまに聞いてくれますじゃんこれ。ちょっと東京さんのデビューの時のラブユーオンリーデビュー曲みたいなですか。 PV ってどんな感じで撮られますか。コンサート。武道館のコンサート。武道館のライブ映像でしょ。僕ら白堀のセットで雨漏りしてるところで撮らされて、冷蔵庫飲み物撮ろうとしたらストップ腐ってるからって言われたんですよ。ほんまなんですよ。東京大阪です大阪で、セカンドシングルの PV が初め言われたんが、はい、今回ちょっとメンバー集まれへんかったから4人で撮るからって言われて。そんなことやってんの。えほんまなんですよ。それでその何かすごいですよ。大阪レイニーブルースかなんかやったんですけど、2曲目で大阪の街を晴れの日に傘さして歩く。雨の感じがなかったから。晴れやったから。いやいやすごいね。面白いな。コンサートもだから衣装とかもなんか衣装もそうですし、うん、僕らファーストコンサートというか、まあ、大阪城ホールの初めてのコンサートやらせていただけるので、すごい、もうようやくです、うん、まあ、衣装はなんとか一着新しいのを作ってくださると、うん、ただセットは下が TOKIO さんのステージだと、え後ろは滝つばのステージだと、うん、ああ借り物で、まあ、マジで、まあ、そうやったな。それも嬉しかったんですけど、あとスタッフさんが雑やったんが、僕らデビュー曲でやっぱ宴会から、うん、スタッフ雑なんの。スタッフさん雑やったんですよ。大倉が太鼓叩いてたんですよ、うん、太鼓叩いてたからバーって大倉が太鼓で現れるんですよ上で、うんうん、バーってこうやってる。そしたらスタッフさんが下から、うん、ごめんバッチ忘れた言ってる。じゃあもうでも音鳴ってまうから大倉がどうしたらいいかわからんから大倉ずっと素手で。雑とかいうレベルじゃないぞ。いマジですもんこれ。ほんまだけど大倉も男だね。いやかっこいい。これかっこいいと思いましたあいつ。いや面白いね。関ジャニあるね。もうしてるわ。関ジャニある。なんですか。はい、どうしました。盛り上がってます。